マンマミーア、マンマミーア。現代、マンマミーアは2008年にイギリス、アメリカ、スウェーデンが共同制作したロマンティックコメディミュージカル映画。世界的に有名なスウェーデン出身のポップ音楽グループアボの曲をベースにし、1999年にウェストエンドで2001年にブロードウェイで公開されたミュージカルマンマミーアを映画したものである。 アボのメンバーで作曲家のベニー・アンダーソンが音楽で参加している。題名は1975年のアボのヒット曲から採用された。フィリダ・ロイドが監督し、トム・ハンクスとリタ・ウィールソンが所有する、プレートーン及びリトルスターと提携して、ユニバーサル・ピクチャーズが配給した。メリル・ストリープが主役のシングルマザーであるドナシェリ弾役に配役された。他に、 ピアース・ブロスナンが、サムカー・マイケル役、コリン・ファースが、ハリー・ブライト役、ステラン・スカルスガルドがビル・アンダーソン、スウェーデン読みはアンデション役に配役され、ドナの娘で、アマンダ・サイ・フリット演じるソフィの父親である、可能性のある男性3名を演じた。批評家からは、賛否両論を受けたが、制作後、200万ドルに対して、興行収入6億680万ドルを上げた。 同年12月、タイタニックをしのぎ、イギリス史上最高のヒット作品となった。舞台は、ギリシャ映画界の架空の島にあるホテル。ホテルのオーナーであるドナシェリダンと娘のソフィは、親子二人で仲良く暮らしていた。その、ソフィの結婚式が明日に迫り、招待客が船で島に到着し始める。ドナは、古い友人のロージーとターニャを迎えに行き、 久しぶりの再会に大喜び。一方ソフィは自分の友人たちにある計画を打ち明ける。ドナの日記を盗み読みした彼女は自分の父親候補が三人いることに気づき、その三人の男性にドナの名前で招待状を送っていたのだった。バージンロードを父親と歩きたいと願うソフィ。もちろんドナはこの計画を知らない。父親候補のサム、ハリー、ビルは そんな事情も知らずに、20年ぶりに、どなに愛に戻ってくる。サウンドトラック版は2008年7月8日に、デッカレコードより発売された。また、全米アルバムチャート1位を獲得するなど、アボがまたしても、再評価、注目されることとなった。7月7日に、ヨーロッパで、ポリドール社有競版が発売されている。映画で使用された楽曲を以下に示す。 うち18曲がサウンドトラックアルバムに収録されており、3曲が収録されていない。この映画版は舞台版では使用されていた曲が計4曲、割愛されている助曲、前奏曲と感想曲、正確には休憩後の第2幕助曲は含めずに考える。以下はその4曲のリストである。序曲と感想曲も含めた舞台版での登場順、つまり、 この曲目という番号は舞台版のサウンドトラック版での数字ということである。また、割愛はされていなくとも舞台版と映画版では曲の登場順がやや違う点に注意。屋外のシーンのほとんどは2007年8月から9月にギリシャの小さい島であるスコペロス島及びペリオン地区の海辺の村落で撮影された。スコペロス島南西部のカスタニビーチが主な 撮影場所となった。ビーチ沿いにバーや桟橋を作ったが、撮影終了後撤去された。ドナのホテルのセットは、バインウッドスタジオの007ステージに建てられ、主にここで撮影された。本物の樹木が設置され、自動的に水やりが行われる装置が設置され、光も当てられるようにされた。ブロスナン演じるボブがニューヨークを出発して、ギリシャに向かうシーンは、 シティオブロンドンのライムストリート沿いにある著名なロイドビルディングで撮影された。彼はエスカレーターを駆け下り、イエローキャブが並び、ニューヨーク市警察のイルポーチを通る。ビルのケッチであるフェルナンド号は1934年にデ H S エス・ルーズにより製造されたタイモシャンである。メリル・ストリープは子供の頃オペラ歌唱法を学んでおり、 女優となってからも映画、ハリウッドに口づけ、今宵、フィッツジェラルド劇場で、幸せをつかむ歌で、歌手役を演じ、シルクウッド、永遠に美しく、などで歌声を披露するとともに、ミュージカル映画、イントゥ・ザ・ウッズにも魔女役を演っている。ストリープは2001年9月、アメリカ同時多発テロ事件の後に、舞台版を感激し、生命のエネルギーを感じて、以来のファンであった。 世界中でプレミア上映が行われたが、多くのメディアは2008年7月4日、ストックホルムのにあるアンダーソン所有のライバルシアターに出演者の他に、ビョルウルバース、ベニー・アンダーソン、そしてアンニー・コール・フリット・リングスタッドとアグネッタ・フォルツコグが参加して、アボが4人揃うことに注目していた。1986年以来初めて4人全員が揃って、こうの場に登場した。 2008年7月3日にギリシャでトップ公開され、オープニング興行収入は162,646アメリカドル。ギリシャボックスオフィスによると、ギリシャで歴代1位である。496の映画館で公開されたイギリスでも、オープニング興行収入が第1位6594,058ポンドで、2007年に公開された。 ヘアスプレーを上回りミュージカル映画史上歴代1位のオープニング興行収入となった。同年12月には英国での興行収入が6906万8073イギリスポンドに達しタイタニックの6902万5646ポンドを抜いて同国史上歴代1位のヒット映画となった後にアバターがその記録を更新している。 工業的成功により、ユニバーサルスタジオの共同会長、デビット・リンドは、デイリーメールの取材に対し、時間はかかるかもしれないが、続編の可能性はあると語った。彼は、アボの名曲が、また多くあるとして、クレーマー、ジョンソン、ロイド、アンダーソン、ウルバースが、この計画に同意してくれることを願っていると語った。2017年5月19日、ユニバーサルピクチャーズが、 本作の続編の制作を開始したと報じられた。続編のタイトルは、マンマミーや。ヒアウィーゴー、現代、マンマミーや、ヒアウィーゴーアゲインで、2018年7月20日の公開が予定されている。監督にはが起用された。続編は、ドナやサム、ハリーたちの若い頃と本作の登場人物たちの、その後を描いた作品になる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。